ウコンイソマツは、イソマツ海ソマツ族に属する、ごく小さい低木である。別名キバナイソマツ。また学名エルライティは、抗議のイソマツを指す。日本では、伊豆諸島及び、小笠原諸島、南西諸島に、日本国外では、台湾の乱遊に分布する。海岸の海水がしぶきする。石灰岩の岩礁帯に生育する。小型の低木で、樹高10から30センチメートル程度。 木質化した茎は細かく分岐し、無毛で黒色である。葉の落ちた後の幹が松のようであることから、磯の松で磯松と名付けられた。葉はロゼッタ状で、長さ1から1 0トル程度のヘラ形。先端は丸く、前円、角質。牡は夏引く秋で、ロゼッタ用の基部から、長さ1から3 0トル程度の家を伸ばし、その先端に、 塩水果汁をつける。果敢は筒状で合列する。花の色には種内変異があり、主に黄色や桃色だが、白色、薄い黄色なども見られる。本種の花の色には多様な変異があることが知られており、さらに花の色により分布する地域が異なるため、に変種、に品種に分類されている。薬用、園芸用に用いられる。生育地である海岸の開発や、 薬用及び園芸用の採集により、個体数、生育環境とも減少し、絶滅の恐れが高まっている。ありがとうございます。